蛇とヤスリ、イソップの偶話。かつて新しい場所を探知することが大好きな蛇がいました。彼女の散歩の一つで、彼女は工具の詰まった家を見つけました。徒歩を滑っているうちに、蛇はそこに忘れられていたヤスリに刺されました。彼女は非常に怒り、鋭い歯でヤスリを噛もうとしましたが、ヤスリは非常に硬く、蛇はそれに傷をつけることができませんでした。何度も試みた後、蛇は感じたり反応したりしないものに対して怒っても無駄だと気づき、それから去ることに決めました。